全日本剣道連盟専務理事の中谷です。最初に新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々に心よりお見舞い申し上げます。また感染拡大防止にご尽力されておられる医療関係者はじめ多くの皆様に心から感謝申し上げます。さて、全県連は剣道の稽古を通じ新型コロナウイルス感染症が拡大することを防止するために皆様方に対人稽古の自粛をお願いしておりましたが、6月10日をもってこの自粛のお願いを解除することとしましたのでご報告します。全県連では剣道の稽古が3密にあたる可能性が高いと思われることから、感染防止策を講じることが剣道再開に絶対に必要な条件と考えておりましたところ、このほど面マスクやシールドが口からの飛沫飛散防止に効果があることが専門家の先生の立ち会いのもとの調査により明らかになりました。このため剣道の稽古の再開を決めたものでございます。まずは先生の方から調査結果のご報告をしていただきたいと思います。ご説明は大阪大学免疫学フロンティア研究センター翔平教授、全県連アンチドーピング委員長宮坂正幸先生にお願いします。全日本剣道連盟の宮坂正幸です。この度剣道における飛沫飛散防止を有効に図ることを目的に、面の中でマスクをつけたとき、あるいはシールドをつけたとき、その時の効果について科学的な検討を行いました。ここではその結果についてご報告いたします。飛沫飛散の調査は新日本空調という会社で、全日本剣道連盟と全日本剣道具、全日本武道具協同組合が合同で行いました。測定方法はこのスライドで左側で、左の図で示しますように、口から放出した飛沫を LED 光を照射することによって可視化し、光る粒子数を物理的に測定いたしました。具体的にはこの図に示しますように、面の中に面マスク、あるいは普通のマスク、あるいはシールドなどを装着した上で飛沫飛散の測定を行いました。で、これが飛沫飛散の測定の図でありますけれども、ここに見られますように、通常は口からは飛沫は一切飛散しておりません。ところが、大きな気合を出しますと、これが飛沫が可視化された部分でありますけれども、口から多数の飛沫が飛散することが確認できます。で、この数を勘定するために、上から下へと気流を流し、飛沫を全部ここの箱に集めることによって、飛沫の粒子数を測定いたしました。ここに具体的に今回使った面マスク、あるいは手拭いを改造したマスクの一例をお示しいたします。1枚の手拭いを2つに折ります。その上部に紐を縫い付けます。この場合には古い手拭いを切ったものを上に縫い付けてありますので、この長さはおよそ手拭いの長さであります。で、これを顔の前面部に巻きつけるようにして後ろで結び目を作ります。そうしますと口から出る息はこのマスクよりも下方あるいは側方に逃げますので、競技者は大きな声を出してもあまり苦しくはないということになります。そして、このマスクは終わった稽古の最後には顔から外してビニール袋にしまい、そしてそれは一切触らないということにしますと、感染防止対策として有効かと思います。次に今回お示ししましたシールドの一例を示します。ここには目と口を両方一時に覆えるような一体型のシールド、あるいは目と口を別々に覆うような二体型、個別型のシールドについて検査をいたしました。そしてこの面の内側からシールドをはめ込むようにしまして、一体型、あるいは個別型の性能について検討したわけであります。ここにその検査の概略を、結果の概略をお示しいたします。
まず何もつけずに面だけをつけたときに飛散する、すなわち面マスクもないシールドもない状態の飛散を100とします。その状態で口の前にいわゆるマウスガード、口だけのシールドを行いますと飛沫飛散は約7割抑えられます。一方、その上に先に面マスクをつけた上でマウスのガード、口だけを覆う、口と目を覆う、あるいは両方一度きゅうに覆うということをしますと、飛沫飛散はいずれも9割5分近く抑制されるということが分かりました。すなわち面マスクをつけていれば飛沫飛散が非常に大きく防げる。一方、シールドだけ、口の前のシールドだけでは効果が限られているということが分かりました。以上、まとめますと、面マスクをまずつける。で、その上に口と目をシールドいたしますと、同時にいたしますと、飛沫飛散の防止効果は9割以上でありました。で、そのシールドは口だけでも、目だけでも、口プラス目両方でも大体同じぐらいの効果でありました。次に、面マスクだけでも9割近い飛沫飛散の阻止率がありました。で、この面マスクというのは、先ほどお示ししたような手拭いを改造したマスクでも、あるいは一般のマスクでもよかろうと思われます。それから、口のみをシールドした場合、いわゆるマウスガードというものを使った場合の効果というのは、7割程度の飛沫飛散はありましたけれども、面マスクをつけるほどの効果はありませんでした。そして飛沫の飛散距離は1メートルから2メートル程度ですが、小さい粒子は浮遊をして、稽古場の中を浮遊することになります。したがってそれは換気、送風を行うことによって取り除くことができると思いますので、換気、送風というのは極めて重要であると思われます。で、今後シールドの材質ですとか曇り方、耳への影響、それから熱中症対策についてはさらなる検討が必要だと思いまして、今後も検討していきたいというふうに考えています。以上、重なりますけれども、まず面マスクをつけることは必須で、あるいはそれと同様のマスクをつける、まあ、これがいずれの場合でも必須であろうと考えられます。次に、いわゆるシールド、口の前を覆う、目の前周りを覆うだけでは不十分であると考えられます。で、特にこれは高齢者の方にお勧めいたしますけれども、面マスクとともにシールドを着用することによって飛沫飛散が最大限防げますので、高齢者の方々にはぜひこれをお勧めしたいというふうに思います。以上です。ただいまの宮坂先生の説明でお分かりいただけたように、稽古再開にあたっては、面マスクとシールドが重要です。全県連ではガイドラインを制定いたしました。詳しくは全県連発表資料をご覧いただきたいと存じますが、ここではポイントを説明させていただきます。ガイドラインはまず、皆さんがお住まいになっている、あるいは稽古をしている地域の都道府県の方針を遵守することが基本です。次に、皆様が属する組織や団体、それぞれ特性があると思いますので、その特性に応じたガイドラインの策定、あるいは計画の策定をお願いしたいと思っております。特に計画ですが、これまで2ヶ月間自粛期間ございましたので、体力が落ちている可能性があります。したがって計画策定にあたっては、慎重に進めていくことが望まれるので、そういう形での計画策定を推奨しています。ガイドラインでは、稽古を控えていただきたい方、例えば基礎疾患のある方などを列挙しております。高齢者は感染しやすい、あるいはうつしやすいと言われておりますし、感染した場合重症化するリスクが高いので、稽古の再開にあたっては慎重に判断していくことを望んでおります。稽古にあたっては検温、手指の消毒、もう常識になっておるところの徹底、確実な徹底をお願いしております。また稽古時は先ほどの面マスクの着用を必須とします。相手からうつされないことを、うつされないためにシールドの着用を強く推奨しております。特に高齢者はうつされやすいと言われておりますので、ぜひシールドの着用をお願い申し上げます。面マスクやシールドの例もガイドラインに添付しております。これから夏に向かいます。
面マスクなどを着用した場合の熱中症対策にもご留意願います。稽古時には密集にならないこと、周囲との距離をとっていただくことも重要です。このほか様々な事項をガイドラインで示しています。戸惑うこともあるかもしれませんが、皆様方を感染から守るために大変重要なことばかりです。ぜひガイドラインに留意しつつ稽古をされることを願っております。ありがとうございました。